始まりました。引き続きアフタートークです。イエイ。今日のゲストは引き続きユーザーファンクさんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おしょい。なんか本編もいろいろ聞かせていただいたんですけど、はいはい、なんか僕が結構気になってることがあって、あの、まあ、ユーザーファン、なんかみんな気になってるんですけど、その名前、で、そのまあ一回辞めてた時もあったみたいな話あったと思うんですけど、前からその名前だったのかみたいのもあるし、なんかどんな感じで決めたのかなみたいな、はい、最初に聞きたいなと。いや、前はユーザーファンクじゃなくてもうユーでやってたけど、あの今回はあれ、インスタグラム俺持ってなかったからヘルツに行って作ったよね。ヘルツに行き出したこと、その時なんかただ単に言うじゃなんかちょっと淡白すぎるなと思ってなんか名前つけようと思った時にね、昔ね、今もまあ活動してるんだけど、ユーザーロックっていう人がいるんよね、で、その人がたまたまなんかこう YouTube で何日か前に出て、あ、まだやるようやねとか思ってこう頭にあって、じゃあユーザーロックとってもなと思って、じゃあユーザーファンクにしようかなみたいな感じで名前つけたんよ。その場でもう決めたんですか？そのヘルツにいるときに、インスタだけ作るとアカウント作るときにユーザーファンクにして、で、なんかヘルツのイベントでなんか不定期にやってるなんかテックスってやつがあるんよね。で、それに出るときにユーさん名前どうしますって言われて、いや、もう別にユーでいいですよとったら、上がってきたフライヤー見たらユーザーファンクになってたよね。で、まあいいや、名前なんか何でもいいやと思ってやりうちに、なんか最近やっとちょっと愛着湧いてきたかなみたいな感じ。もううっかりユーだったら、ヨウとユーンと絡んだら大変なことになってましたね。ヨウ、ユン、リョウ、ユウみたいな。その辺分かりにくいって言われとるもんね、俺ら。ねえ。クラブで発音するのに向いてない。名前問題ね。確かに名前なんて何でもいいっていうのはなんか分かるな。でもこの前1周年出てもらった、ラウンデックスの1周年出てもらった時に、初めましての DJ いました？DJ で初めましては、あの弥生ちゃんとの仲いいっていうかパートナーか知らんけど、あのコージ君、コージさん、コージ君は一緒や、初めてやね。そうなん、多分。M8 って撮ったよ。本当、これもカットやね。これもカットだな。いや、これはコージさんならありかも。あ、あり、あり。カットだなまで入れてありだね。そう。コージさんはあり。ちょっとって言ってくれるよね。そう。あと誰かおるかね、なんか俺が知らんっぽい人。それ聞いてんな。いや、だって俺11時頃行ったけど前半、そうやね。あ、でも俺じゃいないね。じゃあね、確かに、と思う。でもあの DJ で一緒になったっていう面で言えばユン君とか、あとジャミーちゃんとか、ジャミーちゃんも初めてやね。その一緒に DJ したっていうのは初めて。面識はあるけどね。そっか。意外にね。意外とそれぞれの人が、初めましての人がいたぐらいの感じなのかな。知ってるし見てるけど、特段一緒にやってこなかった人が、ね、狭い空間にぎゅうぎゅう詰めになってたんだね。寿司詰め状態で。あ、そうか、そうなんだ。
でもなんか40分ってでもあっという間やね、やっぱね。あれ短すぎましたね。自分で企画して言ったのもあれだけど短すぎましたね。いやいや、まあそれはそれでいいんやけどさ、なんかやっぱりちょっと時間配分していかないかんなと思った。まあ、ユン君が寄ってきた時、もう終わりなんと思ったんね。ああ、うん、ね、なんかその短さとかもお祭り感を感じたりしません？あの、まあそうやね、うん、なんか思ったよりお祭り感出てくれて嬉しかったな。うん、いや、よかったね、ほんとね。うん、いい感じだったと思う。うん、これもう DJ の皆様に大サービスしてもらったね。そうだね。もう本当に愛されとったね、俺たち。愛されてるわ。うん、なんか1年間でさ、だいぶなんていう、なんて表現したらいいか、進んだ感じじゃない？その、うん、出会いとかも増えたでしょ。そう、なんかそれこそ1年前のゴールデンウィークに、うん、うん、DJ ずっとやってなかったというかやめとったけど、うん、なんかジャミーちゃんにディリパやろうよって言われて一緒にやろうよみたいな、うん、なんか軽いノリで言われた感じと思うけど、いいやん、やろうやろうよみたいになって DJ 復活したんですよね。それが本当にちょうど1年前で、うん、DJ の知り合いとかもジャミーちゃんしかいなかったし、うん、そうなんやね。そうで、そこからうん、なんかほんとクラブとかもちょこちょこ行くようになったり呼んでもらったり、うん、で、うん、まあ、そこでうなぎさんと会ってヘルツ行くようになって、うん、か友達マジで10倍ぐらいになりました。じゃあその前もう一時 DJ してなかったん？してなかったです。そうなんね。まあどうしてもこう、うん、DJ とオンラインゲームのこう、うん、なんていうのかな、バランスが取れないというか両立ができなくて、あとこう東京でやってたから、うん、なんか好きな感じのパーティーに出会えなくてあんまり、うん、なんか中にはありましたけど好きなやつも終わっちゃってとか、うん、でなんかやめちゃいましたね。ああ、そうなんや。いつ戻ってきたの東京から？2年ぐらい前。2年ぐらい前。うん。ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。もう2年経つんだね。そろそろね。で、うん、じゃあもう戻ってきたときは、DJ 関係者の知り合いとかもそんなにおらん感じやったよね。ほぼゼロ。ああ、なるほど。ですね、うん。うん、まあ、家とかでたまに一人で遊んだりとか、はしてたし、曲とかも全然作ってなかったんですよ、その時。うん、やってなくて、だからやめてて、全部。で、マジゲーム全振り してたんですよね。そっかそっか。じゃあ、なんかある意味、ちょっと俺と似とうとかもあるな。うん、そう、なんか話聞きながらちょっと思ってた。ああ、ね、うん、うん。確かに。ね、そっかそっか。なんかユースさんから、うんうんうん、実はこれ気になってたんよねみたいなあったりしないんですか？俺たちに対して。え？俺たちに対してなんか実はこれちょっと気になっとったんよねみたいな話とかないんですか？気になっとったよね。質問的な。あ、何やろう。ああ、ちょっとそれ考えるわ。出てこう。じゃあその間に話つながいてみたいな。なんやろうね。俺ら質問攻めにしてほしいね。さあ、確かにな。いや、あのパビちゃんとさ、ヨウ君同じ会社って言ったやん。うん、なんならクラ君も一緒です。一緒です。あ、クラ君もそうか、そうか、うん、あ、そう。それって誰が最後に入社したの？最初に入社したの？これ難しい質問なんですよね。難しいな。あ、そうなん、難しいのこれ。なんか私が入社した時、クラ君がもう会社の、まあ、先輩というか別の部署で働いてたんですよ。うんうん、でその頃めっちゃ他人料理で、そうですね、どうもみたいな、お疲れ様、うん、おはようございますとお疲れ様しか言わないぐらいな感じで、あ、なんか入社して
右も左も分からんわって思ってる時に、クラ君一回退職しちゃって、うん、しちゃってというか退職して、うん、辞めちゃったなって、まあ若いしなみたいな、ああ、そんぐらいの感じだったよね。そう、そんぐらいの感じだったんですよ。約1、2ヶ月とかですもんね。うん、で、まあ、そうこう働いてるうちに、東京から、なんか、すげえやつやってくるみたいになって、へえ。で、それが、ヨウくんだったんですよね。あ、それはさ、もう東京にも同じ会社があるってこと？いや、これがね、またすごいことで、博多にしかない会社なんですよ。なんで、また、このね、世界中にいろいろな会社がある中でよくぞここを選んだなみたいな感じで集まってきて、で、まあ普通に同僚というか、同僚だけどなんかすごいやつみたいな感じでヨウくんが来て、で、なんかひょんなことから喋ってて、なんか音楽好きなんだよねみたいな感じで話して、 あれみたいな、あれ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 みたいな感じで話して、わテクノとかハウスとか好きなんだねなんて言って、そうこうしてる間にクラ君がまた転職して戻ってきたんですよね。ああ、そうなんや。そう、だそうだけ難しいっていうのはこういうことなんや。ああ、なるほどね。通気なる運命を得て、うん、で、なんか、ヨウ君が俺こんな曲昔作ってたって言って聞かせてくれたやつがあんまりにも良かったから、作れやみたいな、もっと聞きたいわみたいな、ギャンギャン言って。そしたら、なんか作ってくれたと。いや、なんかさ、いきなりさ、同僚がそんな曲聴かされたらびっくりするやろうね。うわ、こんなに。いや、もう最高、最高っすよね。なんか、一応、なんかいきなり聴かせ、なんかちょっと語弊があるから、一応自分のフォローするけど、いきなり聴かせたみたいな感じの、ではなく、なんか、いろいろ、その、初めは、すごい他人行儀から始まって、で、なんか音楽好きなんよね、みたいなのが分かったときに、まあ、ちょこちょこ、その、自分の趣味、趣向とかを小出しにするじゃないですか、仕事でね。で、まあ、俺、まあ、基本的にはやっぱアニメとかゲームとかが好きやけん、まあ、そういう話とかをしよ、まあ、ちょっと小出しにしよったんですよね。で、まあ、これはまあどうせ俺めちゃめちゃドアニメキャラのクリアファイルとか持ってるから、で全然使うからまあこれはバレるから仕方がないと思って、まあ、ちょこちょこその話とかはして、そうで、もうせなんか見た目はまあそうあんまりバレんけど、喋ったりすると割とあのオタクもろバレするタイプだからなんか、まあ、話しとこうみたいな感じで話してた時に、なんか意外と分かるなこの人みたいな感じから始まって、うん、でいやでも実は音楽って言ってもアニソンとかも好きけどテクノも好きなんよねとか、なんかなんか J-POP とかで今これがおすすめとか聞かせたりするやつのハマるやつが割とそういうのだったりするから、なんかそういう関係ではっていういろんな話をした上で、あでも昔実は曲とか作ってたんよね、うん、DJ とかしててみたいな話して、うん、いやその会話いましたよ私みたいになって、でいろんなこの話題を経た、まあ、同僚やけん毎日喋るじゃないですかほとんどね、を経た上での聞かせてますからね、まあ、あ分かった分かった、まあ、その文脈はね、あのスキップすると唐突だけどね、唐突に現れて唐突に聞こえちゃう、そうそうそう、とんでもねえやつみたいになるからちょっと自分のために尺使って説明したどう、うん、冷静にユウさん考えてみてくださいよ、普通に、うん、何もなしにこうリクルートとかで転職した会社で働いてて、あなんか男の子いるなとか、なんか金髪の人入ってきたなとか言ってて、こんなに音楽一緒に聴いて遊べる人になると思います？すごくない？すごいよね。それは大変なこと。それは引きよかったよね。本当に私の運の良さよ。確かに最高だろ。もう1周年のアルバムには、ね、うん、僕ら以外の会社の人たちも、ね、実は入ってて、すごいねその会社、なんかそういう人が強いよね、うん、ねえ、そう一応その声の出演的な意味で言うと1、2、1 俺も入れて1、2、3うなぎさんで4、うんで、5、6、7、8人いるんですよ。
で8人の8組のアーティストでやっていて、そのうち同僚が、1,2,3、6人ですね。めちゃめちゃ多い。ほぼ3会社やな、マジで。ランデックス、うちの会社の事業まである。隠れ事業部とかしてますね。ああ、そうやね、そんだけおったらね。うん、会社にラウンデックスのステッカー散らばっとるもんね。どこにでもあるね。そんな自由な会社なんや。まあ、私たちが自由なだけで会社は自由じゃないかもしれないよね。うん、一説によると。その可能性ある。うん、ああでもこうでもなかったらな、こうでもなかったらこんなことにはならなかったかもしれないよね、ラウンデックスも。うん、いろんな出会いがあって。そうなんですよ。だから、ユウさんとも出会って、マシンガントークになってるのも会社の帰りだし、ああ、そうやね。ね、パソコンしょって、なんかなんとなく、あの、あったうなぎさんっていう人のあの店行ってみようよみたいな。てか一緒にリリパ出てくれた件、一回は絶対行かないかんから行こうって言って行ったんすよね。そしたらこんなことに。こんなことになってる。それって何月ぐらい、去年の話でしょ。うん、何ヶ月か、なんかお店とかも行かなかったんですよ。うんうん、だから9月とか10月とかそんなぐらいじゃない？いや、じゃあ俺、俺がヘルツ行き出した頃ともうほぼほぼ一緒ぐらいなんやね、じゃあ。多分そうと思う。そうやね。そうなんだ。そうそうそう、俺も遅かったっていうか最近やもんね。もうなんかヨウ君さ、結構最初会った頃さ、まだ半年ちょいぐらいやけどさ、なんか割となんか尖っとイメージがあったんよ俺。なんかもう半年ぐらいやけど、すげえ最近なんか丸くなったなって感じるんやけど、自分でそういう意識ある？なんか変わったみたいな。人見知りが解けた。あ？人見知りが解けた。ああなるほどね。ユウさんに対して人見知りが解けたじゃない？あ、そうそうそう。俺に対して。そうそうそう。ああ、俺に対して。うん。あ、俺に対して人見知りしとったっけ？めっちゃしてましたよ。あ、いや、僕誰にでもするんで。あ、そんな感じにあったけど別に。なんか、あの会話に困るみたいなのがなくなりましたね。あ、それを人見知りが解けたと定義しているんですけど。なるほど。なんか2人とかで話すときに何の話したらいいかなみたいなのを考えなくてよくなるみたいな感じ。うらやましい。俺今でもあるよそれ。なんかそういう感じになんかなると人見知り解けたっていう思ってるから、なんかそれで丸くなったっていうよりはこの、あの頑張んなくなったみたいな感じじゃないですかね。うん、ああ、分かった分かった。そっかそっか。なるほどね。まあ、ファビちゃんは印象全然変わってないね、最初会った時から。私、人見知り皆無ですからね。いやー、羨ましい。まあ、皆無っていうと全部が全部じゃないんだけど、なんかちゃんと外のやつみたいなのに。どこでも誰でもなるみたいな感じになるからな。確かにコミュ力高いんですよね。コミュ力高いよね。初見よりも2回目の方が緊張したりとかするしな。でもコミュ力高い人それ言うよね。なんかほらその場のさ環境とかさその時の役割を察知して自分をこうカスタマイズして調整するみたいな機能がついてる分、もうそれもしなくなって武装が解けた時に、まあ、どれで行こうかなみたいになっていくみたいな。なるほど。 逆人見知りというか、なんだろう、後からこう押し寄せる人見知りみたいなのが発生するね。えー、
ね、ゆうさん、うん、ゆうさん、しょうさんはね、もう仲間やけないわ、俺。正直。うんうんうん、そうだね。うん。もうウルトラリラックスよね。ウルトラリラックス。よかった。うん、本があるか。なんか、ヘルツの周年って走り合ったから、こう、うん、あ、でもそれがありとあると思ってて、なんか勝手にゆうさんはもう DJ この道30年みたいな感じのなんか勝手な思い込みのもと、なんかそういうそのなんていういるじゃないですか、そういう感じの人でこう曲とか DJ の話とかした時にすごいなんていうんですかね、まあこれカットするかもしれんけど、あのいろいろ言ってくる人とかいるじゃないですか。だからそっちタイプなのか、なんか、うん、あの島さん的なニコニコおじさんタイプなのかどっちかわからんなって思ってたから、気をつけて喋ってたんだと思う。なんだろうみたいな。俺じゃあどっちタイプな、それで言うと。もう全然ニコニコおじさんタイプよね。ニコニコおじさんだね。うん、余裕でそうよね。よかったよかった。でもゆうさんもちょっとそこはなんか島さんほどわかりやすくないというか、うん、うん、島さんが分かりやすすぎなのか分からんけど、なんか、うん、そのあと人に当たるイメージ的な感じね、でどっちか分かんないなと思ってましたね、そういえば今思い出してきたけど。うん、あ、そっかそっか、そうだね。で割と言われること多かったんですよ、東京でやってる時とか。ああそうなの。うん、やっぱ空気も読まずシステム7流しちゃったりするから。なんか空気読みそうなタイプかと思うけど、なんか空気読まなきゃいけないの合間で合間で俺これ聞きたいがたまに出てくるんですよね、うん、ああわかるわかる。なんかここは俺のための DJ タイムみたいなやつがちょこちょこ発生するんですよ。、うん、いいわ。 その時にシステム7とか DUNIT とかあの、うん、ね、あの辺それプログレだったらなんやろね、うん、エスティバとかは割とみんな好きやけんあれけど、エスティバとかね、あの辺とかをこうガッとかけて自分のテンションを上げるとか、なんかちょっとあこ自分がやりたかったと違うなみたいな、ちょっとミスったなみたいな時あるじゃないですか、うん、なんかそういう時とかの後に自分の好きな曲聴いて自分を持ち直すみたいなしたりしますね。うん、なるほど、あ俺もそれ使おうかな。うん、なんか俺 USB でさ DJ 慣れてないけんさ、うん、一つ間違うんよね、曲かけたい曲。そういうパターンなんですね。そうなんだ。あれ結構心折れるってたの。うん、なんかその時に使えるかなと思った。ああ、確かに確かに。いやでもよくみんな USB で DJ できるねと思った、マジで。あ、やっぱ一番得意なのってレコードなんですか？いや、レコードよりあのパソコンで画面みたい。ああ、レコードボックスでそのままやりたい感じ。うん、あの USB に入れたら本当文字情報だけになるけん、うん、酔っ払っとったりしたらどこに何が入っとるかもうマジで迷子になるんよ。あ、じゃあちょっと DJ USB シャッフル会のやつは俺の USB 当たってほしいな。ああ、いやもうだけどさ、人のやったらさ別に何かかってもさ、いやまあなんか俺のせいじゃないよみたいなさ。言い訳できる。なんかいいなそれ。いいな。いいな。そっか、自分のやつじゃないからこそできる大技とかできちゃうのか。かもしれん。なんか責任ないやんだってさ、言い訳ができるってかさ。確かに確かに。俺のじゃないもんだってこれみたいなさ。あ、いいな、なんかその日限りのっていう意味では。そうなん。あれやね、あの、カウントダウン向きやね。カウントダウン向き。いいね、いいね。あのカウントダウンイベント向きな企画かもしれないですね。それこそお祭りやけんさ。あ、うん、あそうね。
なるほどなるほど。なんか質問見つかりました？質問？いや、だけヨークがヨークが丸くなったなっていう話。丸くなったのはヨウじゃないって話だった。じゃあさ、今後の展開とかなんか考えとうと、そのランデックスで。展開に入るのかわからないけど、こう、うん、今はこう居場所を探す時期じゃないけど、まあ固めていく時期っていうかな感じはしてたりとか、あ、そういう意味では固めるでもなくない、もう拡張、拡張、なんか どこまでやれるのかみたいな、なんか1年ですごいバッて広がってくれたんで幸いにもね、なんか次はこう定着みたいなね、拡張定着みたいな目指したい感じは俺はするけどな。じゃあなんか明確にコンセプトみたいなのはまあそんなにないって感じだよね。難しいとこで、あるっちゃあるよね。でもあるここでは話せんぐらいみたいな感じ。コンセプトというか、イメージだけをヨウくんが伝えてるけど、例えば広告とか広報とかとして人に広めていくための、なんだろう、行動指針を決めるほどのコンセプトは決まってないから、なんかそのスローガンをもとに自由にやってみて、なんか思わぬ感じで転じていったらどうなっちゃうんだろうねぐらいな時期なのかなって最近勝手に解釈したりしたな。なんか一応テーマというかスローガンみたいなやつをあの、from all genre っていうのにしてるんですよ。from all genre。そうそうそう。なんかどのジャンルでもやるじゃなくて、どのジャンルでもいいものを持ってくるみたいなイメージ。を一応今のところスローガン的なのに一応置いており、まあそれでそのゆずちゃんみたいなあの電子音バッキバキみたいな感じの曲出したりとか、それこそシティポップみたいなやつやってみたりとか、なんか今のところ僕が曲を作ってるんでいい音と思うものを取り入れるみたいなはすごい意識してやったりはしてるんですけど、まあ、ちょうどそろそろいろいろ考えなきゃいけないなぐらいの時期だとは思います。じゃあなんかさ、ラウンデックスでさ、こう、アーティストハックとかさ、なんか例えばさ、翔くんたちをこのレーベルから出すとかそういうのはない？一応この前1周年記念でリミックス作ってもらったみたいなのはあるんですけど、なんかオリジナルみたいなやつはそんなに翔さんとかはあれじゃなくて、どっちかっていうともっとまだ曲作ったことないよねみたいな人とかと一緒にコンピアルバムとかしたいなとかは思いますけどね。それで俺誘ってくれたんやね。そうそうです、そうです。じゃあさ、なんかさっきもちょっと出たけどさ、なんか作りかけのやつちょっとよくに渡そうか。渡してほしい。あ、めっちゃいい。なんかちょっと詳しくは言えないんですけど、あのちょっと今そういうことをやったりしていて、あのエミックスを作るみたいなのをね、まず半分企画みたいな感じでやらせてもらったりしてて、マジ人のミックス超むずいんすよ。あ、やろうね、やっぱね。からめっちゃ勉強になるからマジでやってみたい。そうなんやね。あまりに自分と音の作り方違うんやなっていうのをめっちゃひしひしと感じてて、そうか、それが今は結構楽しい、苦しいけど楽しいって感じですね。じゃあちょっとよく投げよう。一回どうなる、ね、いいや、なんかジジリオで生まれた曲ですみたいなんで宣伝したい。あとそういう意味だと、なんかそういう曲のもの作りは絶対的にヨウくんの作るものが
私はいいと思ってて、うん、なんかどこまであんまりこう天井を作っちゃダメだなって思ってる反面、うん、なんかそれ以外に考えないといけないことあるだろうなと思って、うん、なんかこうなんですかね、音楽レーベルの作り方とか、うんうん、人のをプロデュースするってどうやったらこうなんだろう気持ちよくアーティストがなんだろう気持ちよく活動できるのかみたいな面では後付けなんですけど、うん、今めっちゃ今勉強中うん素晴らしいねそれでなんかそういう目線だとやっぱ日本の歌謡曲とか、うん、なんだろう海外の音楽レーベルではどうやって生まれてどうやってなっていったんだろうかみたいなのを、うん、なんかやっぱり最近は本とかになったり文章になって残ってたりするから、うん、そういうのを今結構日夜読んでふむふむしてるとこだったりするから、うん、なんか時間が経てば、うん、時間が経ってなんか考えがまとまってきて、うん、全員の考えがまとまったらなんか新しいこと始めるかもしれないなって最近は考えてたりします。いいね。うん。